バッチリ見ててください。これは上から水中カメラで撮ってます。狙ってますね。かけても結構バラすんだよね。またこれ左下から川木出てきますよ。ここ、ね、必ず潮の潮裏に回り込んでからピュッとほらね、パッと食らいつく。意外と離すのが早い。アクタけどバラすみたいな。よくありますね、この、はいはいはい、結構七がやっぱりカンカンカン。これもすごいです、ね、これもカワハギが餌取り名人で今アップに出ます。あ、もうあった。早い、取られるの。これちなみに わざとじゃないですよ。本当に本気で釣りしてこんな感じなので、本当に餌取り名人すごいわ。ごっそさまみたいな。まだまだありますからね。魔法のようになくなりますね、餌は。これもみんな重りトントンで誘って誘って、あ、誘って、あ、お、今見た？一瞬で分かんないですよね。ね、もうないもん。とりあえず3回のうちの、ああ、もうやられてる。2個目なくなった。もうラストです。ラス1よ。全然。すごい。やっぱ餌取りイメージ。これすごいですよ、これ。アサリを飲み込んで、ビーズのそばまで飲み込んでます。それを吐き出すんですよ。これがカワハギ、餌取りイメージ。水中の中ではこんなことが起こってるんですね。はいはいはい。まあちょっと水中映像は、もうちょっとお見せしたいんですけど、はい、あ、これあれか、これヒットシーン、これヒットの方です。うまくたるめてカワハギを下向かせて竿を先に出たあたりをしっかり合わせてやるとこんな感じに。やっぱなかなか簡単にかからないはずですね、これ見てると。あの、はい、もうちょっと詳しいことを見たい方はこれね、水中映像使うのに釣り人さんから宣伝してくれって言われたんですけど皆さんこのカワハギ事故の DVD 見たことない人、結構有名ですよね。結構知ってる。見たことないですか？絶対見た。いや、逆に